KDDIAU ウルバーノシリーズウルバーノ V02 強セラウルバーノシリーズウルバーノ V02 ウルバーノ V02 は強セラによって日本国内向きに開発された AU ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話の第3.9世代移動通信システム及び第4世代移動通信システム対応スマートフォンである製造型番は海部 34L03 及び v 0 h の後継機種であるが全体的にスペックダウンしている代わりにウルバーのシリーズのスマートフォンとしては歴代サイウス、再計量を実現しスタイリッシュに仕上げた。なおこれまでシリーズを通してベース端末は設定されていたが本機でのベース元の端末がなく新規に開発したモデルとなっている。シリーズとしては馴染みのあるメタル素材は背面部分と 電源やハードウェアのキーに採用し、持った時の質感を感じることができる。またハードウェアキーには、仙台機種と同様にテルミツし、暗い場所でもわかりやすく工夫している。液晶は5インチで、解像度は HD に下がったものの、IPS 方式になり、視野角が向上した。また、朝日ガラス製、ドレアガントレイル X の強化ガラス採用と、画面枠部分を高くすることにより、 傷や荒れに強い設計となっている。また a u ウォルトに対応したスマートソニックレシーバーを搭載し、高音質かつクリアな通話を実現している。メインカメラは1300万画素センサーを搭載し、仙台より撮影モードが一層充実になった。半押しができる、シャッターキーも仙台に続いて備わっている。また携帯のカメラとしては、珍しく 4K 写真の4。 三サイズの撮影をサポートしているのも大きな特徴である。ただし先代まであったくっきり高解像撮影は対応していない。サブカメラはこれまでの97万画素から500万画素へと大幅に向上し、顔検出 AF を新たに採用するとともに時、ドリ性能を初めて強化した。スマートフォンが初めての方でもわかりやすく、ホーム画面は 標準ホームの他初心者用のホーム画面としてエントリーホームや KDDI が提供する au ベーシックホームの3種類が用意されている。また従来型端末から開会した後でも使いやすいよう携帯感覚で文字入力ができる機能も搭載されている。ただし軽量を薄型を規制にバッテリー容量は 2200mAh に減らされている。なお、 置くだけ充電は VLH と同様に設定されておらず、ハイレゾ音源の再生機能には非対応である。また、テレビ視聴の際は付属のアンテナケーブルをイヤホンジャックに接続する必要があり、DLNA や MHL といったケーブルを用いるテレビ接続機能、ドルビーデジタルプラス、さらには USB オン号も先代までサポートしていたが、本機種では対応していない。 シムロック解除義務化の開始後に発売した機種で同時期に発表したトルク G02 と共に対応し、ウルバーのシリーズとしては最初にシムロック解除をサポートしている。ただし、G02 とは対照的に Android 6.0のアップデートは歴代シリーズと同じく見送りしている。なお、G02 のテレビ CM では最後の部分に本機が映っているほか、ジュニアスマートフォンエ シンプルスマートフォンベーシュも確認されている。また専用オプションとして V01 に続き、京セラ純正の窓付きフリップカバーが用意されている。本カバーは卓上ホルダーに対応するほか、新たに背面部分を起こすことによりスタンド機能として使うことも可能である。キャッチコピーはクオリティフォーユアライフ一歩先を行く上質な毎日へ。日本製の端末ではあるものの、 特定の言語とアプリの組み合わせによっては日本語のフォントが正しく表示されない現象が発生している。PC 向け Web ブ,ブラウザが標準装備されている。携帯向けサイトは他のスマートフォンや PC と同じく閲覧不可。ありがとうございます。